エーキム・タミロフは、ロシア帝国トビリッシュ出身のアルメニア人で、主にアメリカ合衆国で活動した俳優。アーネスト・ヘミングウェイ原作の映画、誰がために金はなるで演じたゲリラのリーダーパブロ役で、第1回ゴールデングローブ賞の助演団優勝を受賞し、第16回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされた。1899年に、ロシア帝国支配下にあった。 現在のグルジアの首都トビリシでアルメニア人の家庭に生まれる。モスクワ芸術座演劇学校で演技を学び舞台俳優としてデビューする。1923年に巡業で訪れたアメリカにそのまま移住。その後はヨーロッパ人やアジア人など様々な外国人役でブロードウェイの舞台に立つ。1932年にオーケーアメリカの俳優で映画デビュー。 その後は、舞台同様、主に外国人の脇役で様々な映画に出演。1943年の映画、誰がために金はなるで、第1回ゴールデングローブ賞の助演団優勝を受賞、第16回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。1972年に案により死去。ハリウッドウォークオブフェームに、 映画部門で星を持っている。ありがとうございます。